クメール語はオーストロアジア語族のモンクメール語派に属する言語。カンボジアでは全人口の約9割を占めるクメール人が用い、カンボジアの国語及び公用語となっている。さらに、隣国タイ、ベトナム、ラオスのカンボジアとの国境に近い地域にも母語とする人々が住む。また、アメリカ、フランス、カナダ、オーストラリアなどの第三国にの和者が定住している。 ISO639 による言語コードは ISO639 から1トル、ISO639 から 2kHm 成長アクセントの存在しない言語である。しかし最近のプノンペン地方の方言には成長が見られる。ボイン IUEOA ボイン IUEOA 二重イン IA A ・ U ・ O ・ A ・お A ・あえ、A を一部の母音には、喉の力を緩めて発音する太陽喉母音が存在する。太陽喉母音とは、発声の際に、声帯の緊張が不十分であるがゆえに、息が漏れてくる母音である。また、通常の母音よりも口の開きが、やや狭くなる。死因は、音節頭シーンが17種類、音節末シーンが13種類存在する。 ーンには有機音、無機音の対立がある。イリハオートという肺からの呼気を用いない特殊なーンがある。また、二重ーンがある。ーンの3連続は STR、SKR のみであり、2連続は85種ある。孤立語であり、活用、極用、核変化といった語形変化は全くせず、文法関係は語順によって示される。 助動詞は動詞の直前に置く。カンボジア本来の語は単音節か二音節語である。古くからインド文化の影響を受けているため、サンスクリットやパーリ語からの借用語が圧倒的に多い。また、日常語においては、中国語、タイ語、ラー語からの借用語も多い。また、フランス語からの借用語も少なからず残っている。記述には、 南インドから伝わった文字を改良したクメール文字を使用する。横書きで左から右へ書き、各単語間の分かち書きをしない。主なシーン33字を以下に示す。シーン字は AK と OK の2系統に分かれる。カンボジア後日妖怪は週10ページ参照。坂本康史象徴。カンボジア語入門1から5ページより。上田博美、岡田智子編長。 カンボジアを知るための62章26、27ページより、上田博美、岡田智子編著、カンボジアを知るための62章34、35ページより、引用日本語、英語、ありがとうございます。